はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はそろそろやってくる年末調整、よくわからないあれって一体何してるの、そんな方向けに動画で解説していきたいと思いますのでお願いします。私はオンラインサロンや Twitter、TikTok、Instagram もやってますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは年末調整って何、今年こそ理解しようという内容で動画いきます。本日の内容です。まず年末調整について解説します。そして会社員の場合は、会社員がしておく準備6つ、そして会社員でも確定申告が必要な人はどんな人かを紹介して、自営業の場合は年末調整っていうのがどういう立場になるのかというのを解説して、最後まとめ、本日の内容はこのような流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、まず年末調整についてざっくりと解説をしていきたいと思います。まずその年の所得税を調整精算する手続きのことが年末調整です。そもそも毎月の給料から引かれる税金、まあ何かしらね、皆さん給料もらうとき天引きされてる、引かれて入ってくると思うんですけど、要はそこに税金のみなし金額が引かれて入ってきます。みなし金額というのがどういうふうに一体決まるのかと言いますと、これは給料によっていくら以上いくら未満の方はこんだけ税金引きますよ、所得税いくらですよっていうふうにルールが決まっていて、こういう一覧表があるんですね。それに基づいてみなし金額が控除されているというふうな仕組みになっています。でここの表があるように、その月のお給料から社会保険料の控除を引いた後の金額でこの表の中で当てはめて、どこに入るのか、扶養が0人なのか1人か2人なのかっていうふうに決まっているので、それに基づいて引かれています。この引かれてる額っていうのがそもそもざっくり、そして少し多めに差し引いてるんですね。このみなし金額が要は多めに引かれているってことです。で最終的な税額計算をしなければいけません。要は1月2月3月と給料出て、でざっくり少し多めに税金が引かれてる。で12月の給料が決まった時点で、1月から12月のあなたの収入はいくらですって確定すると思います。その時に最終的な税額計算をする、これが年末調整です。もしこの最終的な税額計算をして少し多めにもらっているので、あ多かったなっていう場合は還付されます。これが要はね、なんかわからないけど年末調整になったらお金が返ってきたっていうやつです。でもし足らない場合は徴収されます。これはね、次の給料で徴収されるっていうケースもありますし、現金でもくださいっていう会社もある。会社によっていろいろよりけりだと思います。還付の場合も一緒です。年末調整でねお金が戻ってきたって言っても、次の給料にオンされて調整して経理をするっていう会社もあれば、現金支給の場合がね、今はもう少ないのかな、年末調整の現金支給するっていうのは少なくなってきますけど、そういうパターンの場合もあります。で要は何をやってくれるかというと、給与に対して会社が確定申告をしてくれてるっていうこととイコールになります。自営業や副業ある方はね、自分に確定申告をしなければいけないんですけど、会社員の場合でその他ね確定申告が必要ないというような方は、この年末調整というのを会社がしてくれて、あなたの代わりに確定申告をしてくれてるっていう風なイメージを持っていただけると、年末調整分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、会社がやってくれる確定申告なんですけど、会社員が準備しておく6つのことがありますので順番に解説していきます。会社員がしておく準備6つです。まず1つ目、控除証明書の保管をしておけてください。そろそろ届き始めていると思います。加入している保険会社から届く控除証明書という書類があります。これは生命保険だったり地震保険だったり、その他ねいろいろあるんですけど、これを保管しておく必要があります。要は捨てないでねってことですね。でどうしてかっていうと、これを年末調整にすりますよというと会社に提出する必要があるからです。まとめて持っていってください。そして2つ目の準備です。扶養内で働く家族の年間見込み所得を確認しておいてください。これは扶養内で働く家族ってどういう方を言うかと言いますと、配偶者であったり養っている両親、これね、両親がねもし年金もらってるって方はね、年金額によって扶養入れるっていうふうにありますので、そのあたりを確認してくださいという意味です。あとお子さんがいる方はね、お子さんの年齢、まあ、年齢によってね扶養のね控除に使える時がありますので、お子さんの年齢を確認する、もしくは会社に年齢を報告する。またね、あと学生でねアルバイトをしているというような方は、このアルバイトの金額がいくらかっていうのをこの見込み所得を確認しておいて
てください。学生でアルバイトとはいえ稼ぎすぎていると扶養には入れなくなりますので、そのあたりの確認をするということです。これはどうしてかと言いますと、年末調整に会社から配られる用紙に記入するためです。では一体どのような用紙なのかね、見ていきたいと思います。この用紙皆さん見たことないですか？給与所得者の基礎なんちゃらうんちゃらってめちゃくちゃ長い名前がついてますけど、よくね会社の方でここに名前と住所書いてもらえませんかみたいな形のこの用紙が来ます。あ、これね、なんか見たことあるってね、皆さん思うかもしれません。今年からここの印鑑の場所がなくなりましたので、今後印鑑を押す必要はなくなりました。あとこちら変わったのはね、今年からこの QR コードがつきました。今年のね、改正はこれぐらいです。で、一体ね、ここ何を書いてあるかっていうと、記入例はね、この国税庁から持ってきますので、国税庁のホームページにここにはこれを書きます。どうしてこれをここに書くのかっていう記入例がありますので、そちらの方をね、参照にしてもらえたらいいかなと思います。概要欄に URL 貼っておきますので、そちらから確認してください。まあね、あの支払い者の会社の名前と自分の名前、給与所得者の基礎金額、給与所得いくらですかっていうのを書いて、給与所得者配偶者の要は申告書の欄になるので、配偶者の名前とマイナンバー、生年月日っていう、ね、形で埋めていきます。ここはほとんど会社側が書く項目になると思うので、こちらのねところ、自分の名前と住所、配偶者の名前、生年月日等を入れることが大事かなと思います。基本的なことは自分で埋めて、まあ、他のところは会社の方が記入する、もしくは入力して作成してくれるというケースが多いんじゃないかと思います。はい、次、これ3枚セットの目、次は何を書く用紙が来るかと言いますと、家族の名前ですね。お子様の名前、生年月日、これね会社の方わからないじゃないですか、生年月日ってね。一回して知らせしたら、その去年のデータを使ってそのままね引き継いでいる会社さんもちろんあると思うんですけど、お子さんのね何人いるかとか、家族構成とか生年月日っていうのは会社の方はわからないので、このあたりを記入してあげる必要があります。そして次の用紙です。これが給与所得の保険料控除の申告書です。要はあなたはどういう保険に入ってますかってことですね。先ほど言った控除証明書が届いたので保管して会社に提出してくださいねって説明したと思うんですけど、要はねどういう保険に入っていて、地震保険はどういうものをかけてるのかというのを記入します。これはその控除証明書を提出するだけで会社側が計算してくれるっていうケースもありますし、最低限この生命保険会社でここ分かる範囲で記入自分でお願いしますっていう経理の会社もあるようです。まあ、それはね会社のルールに合わせてすればいいかと思います。要は会社の方でねプライベートの情報は分からないので、自分で知らせてくださいね、こういう保険に入ってます、家族構成はこうです、生年月日はこれですっていう風なものを会社側に教えてあげるっていう感じですね。なのでその他のものは書類で保管できるような情報、それさえ出せば分かるよっていうものは提出すれば会社側が記入してくれるケースもあります。でね、皆さんね、めんどくさいから持ってかないとか、よく分からないからこの用紙何のことだろうっていうことでね、なんか控除証明書が漏れてたとか、本当は地震保険も入ってたのに漏れてたっていうことがあるんですけど、これ漏れてしまうと自分が損します。要は還付金が減るっていうことになりますので、年末調整で戻ってくる還付金が減るということで自分が損をすることになります。もしくは漏れていて、じゃあ正しくしたいってなると自分で確定申告をするっていう手間が発生してしまいますので、必ずこの年末調整の時期に漏れずにきちんと書類、必要な項目っていうのはしっかりと確認して会社の方に報告、提出するようにする方がお互いにとって助け合いというか、お互いにとってスムーズにできる、事務処理がスムーズにいくポイントになりますので、ぜひね皆さんよくわからないと言わず協力していただけるといいかと思います。はい、それではね、次に会社員でも確定申告する必要がある人がいるので、そちらがどういう方かを紹介します。会社員でも確定申告をする人です。まず住宅ローン1年目ですね。2年目以降は会社の方で年末調整の時に入れ込んでくれますのでいいんですけど、住宅ローン1年目は自分で確定申告をしなければいけないというルールです。あと医療費控除がある方です。医療費控除がある方は年末調整に医療費控除は入れ込めないので確定申告をしてください。あとふるさと納税ある方です。ふるさと納税がある方も同じく確定申告をするというルールになってます。ふるさと納税にはワンストップ特例制度という方法もあるんですけど、それについてふるさと納税については次の動画で出したいと思いますので、ぜひそちらの動画も合わせてチェックの方お願いします。はい、そして次、今年会社を辞めた人です。今年ね会社を辞めて年末調整してないっていう方は年末調整ができない、間に合ってないってことになりますので、確定申告をする人に該当します。また給与が2箇所以上ある方です。要は年末調整は1箇所しかしてくれませんので、給料
がもう一つあるって方は、こっちの給料は年末調整していてもこっちが漏れてることになりますので、合算しないといけないので確定申告をする必要が出てきます。そして次は給与が2000万以上ある人、2000万以上の方は年末調整はできませんというルールがあるので確定申告をすることになります。あと副業や事業所得がある人も確定申告をしなければいけません。だから会社員しながら副業があるとか事業所得もあるよっていう方は確定申告をする必要があります。そしてもう一つですね、不動産収入がある方も確定申告をする必要があります。じゃあこれらのね、会社員でも確定申告をする人を踏まえて、会社員でね準備すること6つって言って、今2つしか紹介してないので残り4つを紹介していきたいと思います。会社員でね確定申告をする人で準備すること、3つ目はマイナンバーカードの交付の申請をしておくことですね。これ発行に時間がかかるので、もしねマイナンバーカードを使って電子申告しようと思っている方は前もって申請の方準備の方しておいてください。そして4つ目、利用者識別番号暗証番号の確認です。これ前年ね自分でもね確定申告してふるさと納税あるから確定申告をしたよ、電子でしたよっていう方は利用者識別番号暗証番号があるはずですので、スムーズに今年申告できるように前もって準備しておいてください。そして医療費の領収書の整理です。これ1年分となると結構な量になりますので、ある方は年間の合計額と医療機関ごとに合計額を出すというふうに事前にしておくと確定申告がスムーズにいきます。そして6つ目、ふるさと納税の控除証明書ですね。これは自分がね寄付した自治体のところから控除証明書っていうものが届いてるはずですので、そちらの方を準備しておく。まあね、あっちにもこっちにも行ってね、あれあそこの自治体の控除証明書がないっていうふうにならないように気をつけましょう。そして合わせてね、会社からもらえる源泉徴収票も確定申告には必要になりますので、そちらの方も合わせて準備しておくとスムーズに確定申告がいけるかと思います。というわけで、会社員がね準備するべき6つのことを説明していきましたけど、じゃあ自営業の場合の年末調整って一体どういう風になるんですかっていうのを次紹介したいと思います。はい、自営業の場合です。自営業の場合は年末調整をやる側に回ります。要はね、会社員の時はね年末調整して会社の方で書類の方手続きの方全てしてくれていて、まあ要は確定申告をしていてくれたっていう状態になるんですけど、自営業の場合は自分のね年末調整はないので、自営業は自分のビジネスの確定申告をしますよね。そうすると自分の分は確定申告をするっていうことで終わるんですけど、年末調整をやる側にっていうのはどういうことかと言いますと、要は正社員、スタッフ、アルバイトがいるっていう方は今の用紙を一人一人について書いていく作業、要は年末調整をやる側に回ります。またこれだけではなくてね、先住者給与払ってるよっていう方も先住者給与分の年末調整をしなければいけません。ですのでそれぞれのねスタッフ全員に保険控除証明書があるのかないのか、家族構成、扶養している配偶者の年間所得見込みなどを今まで紹介したものを自分がオーナーとしてスタッフの分を把握しなきゃいけない。まあもしくはね、会社の経理の方が正社員、スタッフ、アルバイトの先住者給与分全てを網羅して書類を作成しなければいけないというやる側に回ることになります。そして必要書類の声かけは早めにしておくのが正解です。要は皆さんね、働いてる側にとったら一体年末調整って何してるんだろう、なんか持ってこい持ってこいって言うんだけど、よくわからない、一体いつまでに持ってけばいいんだろう、何を持ってけばいいんだろうってなりますので、必要書類の声かけは早めにしてあげてください。もしくはね、ちょっとねこういう一覧表みたいなものがあるとね、向こう相手側は助かるかもしれません。全ての書類が揃わないとその方の年末調整に取り掛かることができないので、なるべくきちんとねいつまでに持ってきてほしいというような期限を決めることがポイントです。もしね漏れていると自分のねとこのスタッフの方が損してしまいますので、もう揃わないからいいやっていう感じでねやっちゃったりするとね、スタッフの方が損してしまう、もしくは後々確定申告で修正しないといけない、もしくは追加しなければならないというふうになってしまうので、必要書類の声かけは早めにしておいてあげてください。でね、年末年始の忙しい時期ですので、お互いもうなるべく余裕を持って毎年のことなので協力をお願いしますということでね、声をかけてください。じゃあいつまでに自営業の場合で年末調整やればいいのかなっていうふうに言いますと、納期の特例を使っている方はこの1月20日に所得税の納付の締め切りが来ます。納期の特例というのは本当だったら毎月払わないといけないこの所得税を少人数だから半年に1回でいいですよっていう風な特例になります。7月から12月分の源泉所得税を1月20日に払うっていう風な仕組みなんですけど、これを年末調整で計算をしてあげて、要はね還付した分、足らない分はスタッフからねもらった分を込みで1月20日に納付しますので、要は1月の20日までには年末調整が終わっていて、自分の会社自営
企業ビジネスでスタッフ分の源泉徴収を払う準備をしておかないといけないんです。ですので締め切りはここの1月20日になるかと思います。というわけでね、結構もうそろそろ準備に取り掛からないと余裕がないような状況ですので、従業の方、スタッフがいる方はね、一人でやられてる方とかはいいんですけど、スタッフがいるとかね、正社員がいるっていう方は早めに声をかけ始めた方がいいかと思います。はい、それではまとめです。年末調整というのは、要はね、ざっくり多めに計算されたものを精算する作業である方ですね。会社が自分の代わりに支払いと計算をしてくれる、ありがたいことなんです。でもこれね、独立してみないとわからないので、会社人時代の頃ね、当たり前だと思っていてね、こんなことしてくれてたんだっていうのを独立して初めて知るっていう方がほとんどです。で、自営業の場合の年末調整っていうのは、社員スタッフの分をやる側に回ります。なので書類の準備が必要になりますので、早めに声かけをするということがポイントかと思います。で、今回のね、動画ね、見ていただけると思うんですけど、要はね、両方側が協力してやらないとスムーズにいかないものなんですね。なので書類の準備なり声かけなり、お互い協力することが非常に大事なのかなというふうに思います。というわけで、年末調整についてね、ざっくりと動画で解説させていただきました。記入方法とかね、もっと詳しく知りたいよって方は、他の動画を参考にするとか、国税庁に書き方、先ほど言ったように URL に貼っておきますので、そちらの方で、ね、参考にしてみてください。それではこのように、経理や税金情報について動画でね、情報を発信してますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーが 5.6 万人になってますので、気になる方はぜひぜひ他の SNS もチェックしてみてください。私はオンラインサロンも運営しています。一つ目のメリットが、オンライン上で質問相談が税理士にすることができるというのが一つ目のメリットです。顧問料の10分の1程度の、ね、月額制の会員制で味方につけることができるというのが一つ目のメリットです。2つ目、 Zoom サロンを定期的に開催しています。サロンメンバーの情報交換と、私にそのままね、ダイレクトに Zoom 上で質問できるっていう場を設けてます。これが好評です。2つ目のメリットになります。3つ目のメリット、税理士の裏側を公開しています。SNS 集客についてとか、どうやって SNS を使って集客してるとか、 YouTube や TikTok の裏側、新しい税金情報や経理情報などなど、オンラインサロンのみに投げておりますので、そちらのね、情報をぜひ覗きたいっていう方は、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみて、検討してみてください。はい、もう一つお知らせです。私は本を出版します。2022年の1月に出版予定です。自営業フリーランス向け Q&A 形式で、これだけは知っといてほしい、もしくはね、このルール知らないとやばいよとか損するよっていう内容をギュッとまとめた内容で出版する予定ですので、ぜひ皆さんチェックの方お願いします。また Amazon 予約が始まりました。こちらの方でね、お知らせしますので、ぜひ予約をしていただいたり、あとコメントでね、まだ出てもないのにね、買いますよっていうコメントをいただけると本当に励みになりますので、ぜひそちらの方お願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、いいねボタン、コメントいただけるとすごく励みになるので、ぜひぜひお願いします。はい、本日の動画も最後まで見ていただいた方、いつもありがとうございます。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。